では皆さん、おはようございます。おはようございます。ただいまより2019年7月14日第一礼拝を始めていきたいと思います。ではその前に総額の中で死を待ち望み心を静めたいと思います。
ください。ではお祈りをさせていただきます。神よ、私の叫びを聞き、私の祈りを心に留めてください。私の心が衰え果てるとき、私は地の果てからあなたに呼ばわります。どうか私の及びがたいほど高い岩の上に私を導いてください。愛する天のお父様、あなたの聖なる御名を賛美いたします。こうして主の日の朝、愛する兄弟姉妹たちと共に集まり、こうして共にあなたを礼拝し賛美し、またあなたの御言葉に耳を傾けるこの時を与えてくださっていることをありがとうございます。聖霊様、あなたを歓迎いたします。またイエス様が私と私と共に2人でも3人でも私の名によって集まるところに、私もそこにいてあなた方の願いを聞くとおっしゃっておられるので、今ここにおられることをありがとうございます。どうか私たちも1週間いろんな戦いをしてきたり、また心の中にいろんな動きがありましたが、そのすべてを感謝して、新しい1週間あなた方、あなたとあなたの御言葉と共に歩む、この恵みの中を歩むことができますように、私たちを導いてください。私たちの愛する兄弟姉妹と、また家族、親族、家族、またいろんな関係者の上にも、あなたのその豊かな恵みが、祝福が私たちを通して表されますようにお願いいたします。また全世界で行われている礼拝を祝福し、またこのところから使わせていた花巻、所沢、フィリピン、オーストラリアの働きを今日も主が支えてくださり、霊を新しくしてくださり、本当に聖霊様の火がそのところに燃え続けることができますように、もっと燃えそれが移っていきますように、神様、その働きを覚えてください。またどうしてもこのところに集えない、またいろんな中にいらっしゃる私たちの兄弟姉妹も、また遠くでインターネットを通して、またいろんな DVD、CD を通して礼拝してくださっている大切な兄弟姉妹の上にも、主がそこにいてくださり、力強く働き、生きた証としてその方々を、兄弟姉妹を用いてくださいますようにお願いいたします。今日語られる御言葉を通しても、私たちがそれを生活に適用し、またその中を歩むことができますように導いてください。感謝をします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ではもう一度許される方はお立ちいただきまして、歌集の13番14番と賛美します。Thank you.
本日の聖書朗読は使徒の働き新約聖書の福音書の次になります。使徒の働き13章13節から17節、使徒の働き13章13節から17節となります。教会にある聖書ですと233ページ232ページあたりです。使徒の働き13章13節から17節まで、では司会者の方で朗読させていただきます。使徒の働き13章13節、パウロの一行はパポスから船出してパンフリアのペルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。しかし彼らはペルガから進んでピシドヤのアンテオケに行き、安息日に街道に入って席に着いた。立法と預言者の朗読があって後、街道の管理者たちが彼らのところに人をやってこう言わせた。兄弟たち、あなた方のうちどなたかこの人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しください。そこでパウロが立ち上がり手を振りながら言った。イスラエルの人たち並びに神を恐れかしこむ方々、よく聞いてください。この民イスラエルの神は私たちの父祖たちを選び、民がエジプトの地に滞在した間にこれを兄弟にし、身腕を高く上げて彼らをその地から導き出してくださいました。このところからピシディアのアンテオケ伝道と題しまして、ベニヤミン・ナポノス牧師よりメッセージをいただきます。ではその前に特別賛美の奉仕をお願いいたします。今日は風の響き第6章の8番のあなたを愛しますという、あんまり私も知らなかった曲ですけれど、とても素敵な曲ですので、イエス主を愛しますという曲を賛美します。感謝演奏させていただきます。
それでもう一度歌集の332番、348番、2曲を賛美します。332番、すべてが益になる。348番、白馬。勝利から勝利へ。
私は十字架により復活によりすでにこの世に打ち勝ち、罪に打ち勝ち、サタンに打ち勝ったものであると称されます。あなた方私を信ずる者もすでにこの世に打ち勝った勝利者であることを胸に胸にしっかりと捉えておきなさいと称されます。あなた方は確かにこのリバイバルの備え、またこのあなた方の家族親族が救われる備えと、まあ、信仰を持って祈ることから始まり、また備えとすでに得たという備えをしていきなさいと称されます。備えは確かに私が導きますが、それにあなた方が従ってくる時にノアが洪水に間に合ったように、このあなた方も間に合うものとなることを覚えなさいと称されます。あなた方は信仰により、また神の恵みによって力から力へ、勝利から勝利へと、この進んでいかなくてはならないと称されます。圧倒的なこの週末における勝利を私はあなた方に与えていると称されます。またいろいろなこの武器を私はあなた方に与えようとしていることを覚えなさいと称されます。この大変なこの時代の中においてあなた方が完全に守られるように、また祝福の器となるように、私はあらゆる武器をあなた方に今渡そうとしていることをと覚えなさいと称されます。それをしっかりとあなた方は受け取っていきなさいと称されます。ハレルヤ。それではもう一度348番白馬